日本人のセックスが危うい。流行語ともなった草食男子という言葉がはびこり、はや数年。世界的に見ても1年間のセックスの回数は45回と他国を大きく引き離し、ダントツの最下位。今や4割近い夫婦がセックスレスに悩む世界一のセックスレス大国日本。果たしてこの国に明るい未来はあるのか。というわけで、続いてのすごい会議は、性を極めたすごい人たちによる明るく楽しいセックスレス解消法。これはすごい。こんなテーマやっていいんですか。はい、頑張りましょう。ちなみにテレビですよこれ。今重要な問題か、このセックスレスっていうのはね。社会問題になってますからね、うん、はい。セックスレスじゃないんですよね、加藤さん。俺は全くなんですよ。すごいですね。ポリシーがやっぱ欧米人に負けたくないっていうのが。今回の出席者は性を極めたすごい人たちです。すごい人たち。画面出ちゃうんだな。マリコさん、はじめまして、ジョイの山下マリコです。はい、あー、2011年の西川先生ですね。さらに性を極めた女流作家岩井島子。セックスレスに関する著書を多数出版、日本性科学会会員二松真由美。さらにもう一人、医者の立場からセックスレスを語るのは、日本家族計画協会クリニック所長北村邦夫。世界を股にかける快感トラベラー渡辺博乃。そして、いやー、天下の所長の松本さん、天下を愛してる人は本当多いですよね。 ありがとうございます。松本さんはですね、はい、世界有数の経済誌フォーブスにも取り上げられた。社長として、有名な社長として、はい、フォーブスに出てるんですか。はい、でもね、これね、松本さんね、はい、天下は確かに素晴らしいものだと思います。ありがとうございます。でも今回のテーマでは、天下があるからこれセックスレスになるっていう夫婦もいるんじゃないですか。そうですよね。ちょっと違うんですよ。え、違うの。オナニーの頻度とセックスの頻度について関係を調べてみたんです。はい、オナニーの頻度が多い人の方が、はい、セックスの頻度も多いんですよ。あ、そうなんだ。だからセックスレスの理由にならないんです、オナニーは。だから筋トレですよ。天下はやっぱりね、セックスに対する筋トレで考えて。オナニーはチンコのエクササイズ。ではすごい会議の開会です。オープンザミーティング。さあ、これまずね、セックスレスに対する定義を、はい、北村先生お願いします。ね、日本性科学会というところが定義してましてね、はい、要は特殊な事情がないにもかかわらず、セクシャルコンタクトって言うんですけども、まあ例えばキスをするとかペッティングするとかね、そういうことも含めて1ヶ月以上ない場合をセックスレスと言います。1ヶ月以上なんですね、クリニックしてます。そしてその理由については、あ、ここにあるようにですね、はい、まあ、仕事で疲れてるっていうのがまあ一番ですね。いや、まあ、これはまあ男性は 24.6% ですから、はい、女性が 15.1% という数字が出てますよ。なるほど。このデータをまず踏まえて、男性側が
したくない、慣れちゃってる場合どうしたらいいか聞いていきましょう、はい、女性も雰囲気作りをしなきゃいけないって思ってるんですけど、うん、そのためにまあいろんな手段はあるんですが、うん、たまには和服を着てみるとか、うん、まあ、コスプレまでいかないんですけど、うん、あの全然いつもと違う格好をたまにしてちょっとドキッとする、うん、あれちょっと今日ママちょっと違うんじゃないっていうような格好をしましょうっていうのは常に言ってます。だったら女性の方がもっともっと基本的にね、今までねコスプレしたこともないような嫁が急にそんなに、うん、急にはダメですよ。お前どうしたどうした逆に泣くなる、俺何してんのって露骨じゃんマジじゃんってなっちゃうけど、それに関してどうですか岩井さん。いや私ね、あのちょっと違いますけど、うん、私あの高校2年生の息子がやりたい盛りの息子がいるんですけど、はい、あのこいつがワルでやりちんなんです。あんまり帰る時間が遅いので、お前今度から12時過ぎて帰らんかったら、うん、母ちゃん裸エプロンで待ってるよ。怖いわーそれ。ピタッと12時前に帰ってくるようになりましたから。いやーそれは怖い怖い。だからあのコスプレはやっぱり役に立つんです。おそれは。それは岩井さんの子供に対して聞くわけでしょ。セックスレスの話ですよ。例えば渡辺さんは夫がそういうふうに女性に求めたくなるようなアプローチって何だと思いますか。世界40カ国でおよそ400人と恋に落ちてきた快感トラベラー渡辺博の、彼女が提案するセックスレス解消法とは。もう結構爆弾をぶつけないと。爆弾なんでしょうそれは。やっぱり目の前で浮気をしてみるとか。はあ、浮気まで私の場合はあの行かないんですけれど、やっぱりあのセックスレスになるにはこうやっぱり飽きてしまうとか、その倦怠感っていうのがあるので、うん、ちょっとした緊張感とかね、うんうん、それを与えてあげるっていう意味でも、うん、ジェラシー作戦っていうのは結構効くんですよ。実際に解決してる例があ あるんです。すごい具体例なんですけど、お願いします。男女混浴で入れる温泉がありますよね、うんうん、で、まあ、こうバスタオルとかこう岩見みたいなの着て女性は隠しますけど、はい、あえてそういうところにあの旦那さんを連れ出して、うん、奥さんがバリッと脱いでしまって他の男性のお客さんに自分の裸を見せてしまうっていう。へえ、そうすると、なんでなんか、ね、そんなもんね、うちの嫁とてめえパーンですよ。そうするとね、他の男性の視線が奥さんの胸元とかにやっぱり釘付けになるそうです。でそれを見て旦那さんがなんか急にムラムラしてる。あ、わかる。うちの嫁でも男に見られる。何がわかるの。今男性の気持ちの話してるんだよ。宮北とかも倦怠期とかマンネリとか散々言ってる男子が、うん、え、じゃあ俺の妻も結構イケてるわけと、他の男性が見るわけっていう風に思えてくる。いや、もしかしてそれもしかあるかもしれない。だから露天風呂でわーわーちょっとやりすぎかもしれないけど、まあ、例えば一人で嫁がちょっと出かけてくるねって、そういうんですね、なんかちょっと友達とご飯食べに行くからって行く時に、うんうんうん、セクシーな格好してったら、お前誰に見せたいの。その前にジェラシー作戦、そうですね、男来てんの、マジで。あ、やっぱジェラシーだ。でジェラシーがかきたてられるのもあるかもしれないですけど、加藤さん焼くんですねジェラシーだから。すごいな。だからさっき最初に言ったちょっと綺麗な格好するとか、はい、セクシャルな格好するっていうのはそういうことなの。なるほど、なるほど、ね、あ、そういう意味だったら分かる。でもジェラシーはね、はい、あの大事ですよ、うん、私は別にその脱いだりとか見せたりとかそんなんじゃないですけど、うん、あのチラッとこう昔の男の話をしてみるなんぞね、うん、いいんですかそれって。 でもただしね、私あの一番最初に快感を覚えたのが幼稚園の庭にあったのぼり棒なんですね、うん、なんかそののぼり棒で私一番最初に快感を覚えたんで、やっぱ一番最初の男って言うとのぼり棒になっちゃうんですよ。だからね、どんなにバカ、いや、どんなにのぼり棒バカ、どんなにのぼり棒になっちゃうんですよ。男はあんまりジェラシーを感じてくれないみたい。エロチックじゃないから状況的な話はたくさん出てるんですけれども、もっと生物学的にお食事の面などはいかがですか。絶品男を作る食事、はい
ちょっとそんなのあるんですか。まあ多く考えなきゃいけない。やっぱりあの後手後手のというかね、高脂肪食ってのはあんまり良くないっていうのはもう常識になってますよね。もうできるだけ低脂肪食、そういうのがとても大事かなって気がします。脂肪も少ないね。そう、うちの相談所に来られる方で奥さん方にやっぱりあのこれが効きましたって皆さんからよく聞くのは、はい、ネバネバ系、あの山芋とか納豆とかオクラとかを刻んで。ただね、性は脳なりという言葉があってね、はい、かなりそのイメージによって、自分の性欲が高められるということはあるんです、うん、例えばネバネバと、あ、ネバネバというなんかこのイメージね。僕はむしろ脳の問題がかなり大きいかなって気がしますね。よくまあ、スポンだとか、うん、なんだかっていうのはあるじゃないですか。うなぎとかスポンとか、そうそうそう、これスポン食ったんだから、うん、やろうぜみたいな、そこで微妙なんでしょ、うん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 、で男同士とかですっぽん鍋食いに行って、うん、おーなんか性欲ついたぜっつって家帰った時にはそういう気持ちになる可能性はあるけど、嫁がすっぽんさばいてダーン行って家ですっぽん鍋出てきたら、えそこ求めてるってなると慣れちゃう、うん、これ微妙なバランスだと思いますよ。私はオーストラリア男性と、まあ、築地に行って、はい、築地に見る貝を見せたところでもう彼はすごい興奮してましたけど渡辺さんがスキメラだけだと思ったそんな風に勝手に自分が考えてるのか。でもベルギーの人はよくあのオイスターを牡蠣を食べるので亜鉛、はい、が多いっていうの、はい、のところでも有効ですし、うん、また貝を結局男性が食べるっていうシーンが貝が男性が貝を食べるということがそもそもエロティックな行為というか、うん、だから女性が見て、それもそうですね。男の人って可愛いアイドルさんたちが、うん、なんかこうソフトクリーム舐めてる写真とか、あのアイスキャンディーだ そのバナナだのね、あの加えてる写真見たがるじゃないですか。もしね AKB のお嬢さん全員がバナナ加えてるポスターがあったらどんだけ売れるか日本で。でもね、でもね、じゃあ嵐のメンバー全員があの赤貝舐めてるポスターがあったらこれはどうなるかね。嵐は赤貝舐めてポスター撮りません。カキは実際にですね精子増えるんです。そうなんだ。僕はあの開発するのが仕事ですから、はい、そうか、その機械の開発が仕事ですもんね。カキとか山芋とか亜鉛の多いものはたくさん取るんです、はいはいはい、そうするとですね復活が早いんですね。非常に助けられる。はい、どのぐらいの復活の速さになりますか。一般的には3日で満タンに近くなるっていうか増えるって言われてるんですけど、僕はあの1日で満タンです。すごいのかどうか、すごいのかどうか全くわからないけど。この後、議長加藤と美人ジョイがすごい熱戦。それ言うよ、男は言うよ。まあ、これちょっと、まあ答えはなかなか出づらいけど、これね、まあ男性からっていうのはやっぱりジェラシー明かしてもいいんじゃないかっていうのは一個ちょっとアグレッシブな意見だと思いますね。続いて逆に男性から働きかける解消法は、女性がセックスを拒否している場合男性は何ができるのか。北村先生の調査によると行為中に痛みがあることが女性の拒否する一つの原因とのこと。ここで美人ジョイ山下が提案する解消法は男性の間違ったセックスを改善すること。まず前戯がお粗末である。ズバリ前戯なんですか。実は本来女性器っていうものはすごく繊細なので、はい、優しく扱ってあげないといけないのに、うん、荒いと。そう、うん、そう、女性の体を理解してないで男性が荒っぽく自分優先で自分本位でエッチをしてしまってんじゃないか、はい、だからやっぱりまだ濡れないとやっぱり女性は痛いので、うん、まあ、そんなお粗末な前戯の後にすごい勢いでピストンをしてくる。まだ前戯の段階でそんなに気持ちが盛り上がってないのに、うん、男性側がすごい焦ってしまって、だとりあえず早く奥まで突っ込んどけみたいな勢いで。ダメだよそれ。ダメだよそれ。それ俺浮かれたと思ってましたよ。それがすごくまだセックスの
の経験が少ない女の子がそういう認識を頭にインプットしてしまうと、うん、あ、セックスって痛いからあんまり私は好きじゃないと思ってしまう子が。なるほど、それは AV とか見てそういうプレーを見すぎてる部分があるかもしれないね、うん、頭でいかちになっちゃって。そうなんです、ね、まさにね、トゥーハードトゥーファストというのがどうも日本人のね、セックスのような感じがしてね、うん、それで女性は嫌になってる人が多いんだ。もちろん相手あってのことですから、うん、ただこちら側がね、そのもうギンギラギンの、棒のようなペニスになってもですね、相手の潤いが、欠けていたりすればね、ギンギラギンの棒のようなペニス、しっかりエレクトしてるってことですね。そう、硬いものがあって、俺の方がオブラートに包んでますよ。そういう状況になってもね、相手の潤い、膣の潤いがなければね、これはもう本当に膣壁裂傷なんていうようなね、事態だと起こりかねないので、うん、もちろん相手あってのこと、すなわちコミュニケーションの結果ですが大事ですけども、女性がしたくなるような雰囲気作りを男性がすることも大事かなっていうのは私は思います。男性が、例えば家に帰ってきた時に、それ旦那さんがいつの帰ってくるのかわからないけど、ずっと旦那さんの帰りを待って、うん、待って待って、三つ指ついていつも笑顔でお帰りなさいとか、そんな風に言うことを求められてたら、それって殴ってないといけないのかみたいな。違う違う違う、待ってなくて寝てていいのよ。寝てていいの、寝てていいの、寝てて、ま、ね、寝ててバーって寝室とか開けた時に、あ、寝てた、いやー、それが一番いいんだよ。しんどいわって思うもん、うん、でもお前何やってんだよみたいな風に言われたらどうしようとか思ってるのが多いですよ。それは照れ隠しなんだよ。それね、ね、それ、それ言うよ、男は言うよ。お前何やってんだよ、寝てんじゃねえよって言ったりするよ。それは可愛いと思ってる照れ隠しなのよ。照れ隠しの後はセックスにはどう、加藤さんだったらつなげる。なんで、もう何寝てんだよ、寝ちゃってたってごめんって言って、うわーって寝た時に、もう目覚えちゃったみたいな感じですよ。それで泣いられたら、怒る人いるじゃないですかっていう、うん、言われたら、こっちはもう終わりなわけですよ。照れ隠しでワンアクション言ってっから、来ないと来いよっていう。どうですか、松本さん。僕はですね、グッズを用いるのがすごくいいと。グッズ、それは何でしょう。今日は一つ持ってきてるものがあるんですけど。何ですか。日本であまり普及してないんですけど、うん、こういったものがちょっとありましてですね。何ですかそれ。これあのアロマキャンドルではなくて、火をつけますとオイルが溶け出すんですね、うん、この温まったオイルでですね、全身マッサージするんですよ。おー、オイルマッサージができる。はい、そうです。これいいじゃないですか。はい、私これ使ってます。うわ、違いますよ、だから相手にじゃなくて自分で使ってますよ。怖けど、そういう使い方があったと思って。ドスケベじゃないの。なんで。お風呂入る時につけておいて、うん、ちょうどお風呂上がりぐらいだとローがいい具合で溶けるんですよ、うん、で、あったかくて気持ちがいいんですよ。普通にオイル塗るより冬場だし、うん、例えばいつもありがとうって言いながらやったり、うん、すごいナチュラル。それそれでこうマッサージしていくとすごくいいかなと思います。僕自身はね、セックスレスカップルへの愛の処方箋っていうのを、それなりに考えていましてね。挿入するとかしないとか、勃起するとかしないとか、そういうことにこだわらないね、触れ合いの時間を持てたらという、こういう提案ですよね。日本の男性はもうがっつくなと。そうそう、うん、でいざベッドにしたらもうがっついてしまうから、冷めてんだよ女性はっていう部分ありますか、やっぱり岩井さん。冷めてる、はい、冷めるといえばですね、私あの高校2年生の息子がキーワードいただいて漫談始めるみたいな導入やめてもらえますか。いや、大変にあのやりちんでございまして。誰がですか。うちの息子がです。息子がで、なんかあのしょっちゅう女の子を連れ込んで、隣の部屋で女の子があんあん言ってんのが聞こえるんですけど、あら、うちの息子ってうまいんだわ。もうやめてください。関係ないです、今井さんの話全部関係ないです。それでは明るく楽しいセックスレス解消法会議、議長加藤の結論は、あの男性はね、俺様セックスをやめて、そして女性は男性に微妙なジェラシーを持たせるっていう、この2つの部分でよろしいですか、まとめとして。ということで皆さん、ご異議ございませんか。